では、まあ、全部つけた状態でしか、まあ、用途がないかなといったところで、ステマじゃないですからね、まあ、一銭ももらってないんで。ようこそ植物と獣、獣です。家庭内園芸で、まあ、必須の LED ライト、まあ、これ全部 Amazon で購入したんですけれども、結構ですね、古代広告というか、まあ、例えばこいつなんて400ワットメタハラ相当とか書いてあるんですけども、本当にそうなのかとかね、紹介のページに照射範囲とかの簡単な絵が書いてあるんですけども、肝心の光の強さとか書いてあるんですよね。こう波長とかが書いてあるのはすごいあるんですけども、てなわけでそれを今回、まあ、計測して、まあ、実際ですね、こいつらは実用レベルなのかどうかっていうのをちょっと検証してみます。でも検証する方法なんですけども、こちら照度計ですね。これ照度計って何かというと、まあ、この蓋を開けて計測ボタンを押して、まあ、勝手に光をリアルタイムで計測してくれるんですよね。今室内の電気だけなんですけども、300ルクスということでですね、植物にとってはもうほぼ成長できない光の量。まあ、実際ですね、こいつらから距離をとって、まあ、照射範囲、まあ、どれぐらいのルクスが出るかっていうのを今日はちょっと計測して、まあ、実際に育成に値するものなのかっていうのをちょっとですね、まあ、見ていきます。汚いな、この辺。3つ行いますけれども、全部 Amazon で購入したものです。まずはじめ、まあ、これ一番古いやつなんですけども、カバーが取れてるのかペラペラになってるんですけども、まあ、だいたい3000円ぐらいですね。商品説明、植物育成ライト LED、フルスペクトル植物ライトということで、カッコ300ワットとかいう、どこから300ワットが来たかわかんないんですけども、じゃあ300ワット相当の光が出るということなんでしょうね。まあ実際にですね、まあこのように、まあ定規つけた壁から照射して、だいたい植物が育つ光の量がだいたい最低1万ぐらい、まあ必要かなといったところなので、まあちょっと小刻みに計測してみます。はい、スイッチオン、おぉ、眩しい。では実際に、まあ計測しながら割ってみましょう。はい。で、エントリーナンバー2がこいつ、400ワットの HPS に相当するということで、まあ、400ワットのメタハラ並みということで、めちゃくちゃ強そうな歌い文句ですね。で、実際の消費電力っていうのはもう40ワットになってます。まあ、40ワットでその400ワットの本当にメタハラに相当するのかっていう感じですけれども、まあ、値段がなんと3850円と、まあ、バカ安いですよね。まあ、その Amazon のページに見てみると、まあ、大体、適切な高さが30センチから50センチで、まあ、エリアが40センチから50センチという絵が書いてあるんですけども、肝心の光の強さが書いてないので、まあ、こちらにも、また計測していきます。なんだろう。まあ、眩しさに関してはさっきとあんまり変わらない気がしますね。まあ、いいや、ちょっと計測していこう。最後がこれですね。MacBook です。このすんげえ平らな LED なんですね。広くて、ちょっと使い勝手が良さそうなので買ってみます。で別にインバータが付いてたりして、まあ、強さもこのネジで調節できたり。で、こいつのスペックなんですけれども、植物育成ライト1200ワットということでですね、もうぶっ飛んでますね。1200ワットですよ。電気代どんだけになるかっていう、まあ、メタハラ使った場合ですね。まあ、お値段が、まあ、大体今使ってたやつらの2倍の、まあ、6500円ということで。で、ここにですね、まあ、開花モードと葉っぱモード、マークがあって、まあ、開花モードは赤が強くなるんですけど、この列ですね。この列が赤なんですけども、まあ、ちょっと今回は全部つけた状態で、これをやっていきます。眩しいし、ちょっと持ちにくいのが、なんてんだろう、これ。はい。そしたらですね、こちらが収集したデータを図に模したやつなんですけれども、まあ、1、2、3と今回計測して、まあ、5万ルクス以上はちょっと派手な黄色の縁取りと、49,999 から1万の間は、まあ、このようにちょっと薄めの色、まあ、ちょっとわかりやすく、で1万以下はもう使い物にならない範囲は、まあ、縁取りはなしのこのような感じになっております。で、まずエントリーナンバー1番見ていくと、直下の10センチの真ん中の部分はもう5万以上と、まあ、許容範囲の範囲なんですけれども、横に10センチずれるともう4万、5万以下と、まあ、かなり照射範囲が狭いかなっていう印象です。もう40センチのところになるともう全部1万以下なので、まあ、ほぼほぼも使い物にならないかなといったところです。で、まあ、せいぜいこの20センチの範囲の、まあ、真ん中、本当横10センチ、10センチ、幅がだいたい20センチぐらいの範囲ぐらいでしか、まあ、照射はできないと。まあ、20センチの部分だともうほとんど、まあ、晴天の、まあ、その5万とか以上のルクスには到底叶いませんので、
まあ、大体使用するとなると、まあ、こちらの1番目のやつになるともう本当未商用で、まあ、20センチぐらい離して使うしか、まあ、用途がないかなといったところです。10センチの部分で、まあ、6万1000って、まあ、これ使用に耐えられる光量なんですけれども、いかんせんですねこの幅が非常に狭いですよね、まあ、10センチ四方ぐらいでしか、まあ、その6万1000っていうのは確保できないっていうので、まあ、こちらを使用して、まあ、すごい締めて例えば普通に育てるってなるともう一株ぐらいしか範囲はないかなといったところです。で、エントリーナンバー2のやつなんですけども、まあ、こちら消費電力が 40W ということで、まあ、さっきのよりも若干、まあ、強いということです。で、まあ、見てわかるように、まあ、40センチの時点でも1万以上は確保できている、真ん中の10センチ、10センチの部分は確保できているので、まあ、さっきのよりも強いのかなといったところです。で、あと1番、まあ、30センチの部分でも、まあ、横に20センチの範囲で、まあ、1万ぐらいは確保できているので、まあ、非常に範囲が大きいので、未商用にまあ使用するには、ま、かなりいいのかなといったところです。まあ、大体平均してこの中心部20センチの部分で3番ぐらいくれるので、まあ、非常にちょっと使い勝手がいいのかなという感じです。で、まあ、気になるその5万以上のルクスの部分も、まあ、大体範囲が10センチ、10センチ、まあ、20センチの範囲で、まあ、6万5千と7万3で、中心部分は7万3千なんですけども、まあ、確保できているので、まあ、大体これだと、まあ、締めて育てる場合、2株ぐらい置けるのかなといった感じですね。で、最後の3番目なんですけれども、まあ、こちら自称スペックは 800W 相当ということで、まあ、かなり持ってるかなという感じなんですけれども、実際消費電力は 120W と、まあ、大体天井の蛍光灯があの丸いやつですね。30W とか 40W とかなんで、まあ、それの3つ分、4つ分と考えても、まあ、この10センチの部分の光量に関してはすごい強力かなといったところで、まあ、さすがこれは LED かなといったところですね。まあ、40センチのところでも幅広くこの大体アベレージで2万ぐらい、ルクスが出てるので、まあ、非常に使い勝手はいいのかなといったところです。で、まあ、気になる5万以上の、まあ、締めて育てる場合とか、まあ、親株に使う場合の光量も、まあ、20センチの部分で、まあ、真ん中だけですけども、5万1000と、10センチの範囲で5万以上確保できていますね。まあ、中心部に至って8万2000と、まあ、かなり強力な光が出てますので、まあ、幅のことを考えても、まあ、結構8株とか6株ぐらい、まあ、置けて、まあ、使えるかな、まあ、それ考えるとそういうちょっとコスパはいいのかなというところですね。まあ、もちろん消費電力は上がるんですけども、あとこれ、まあ、ちょっと一つ言っておきますけど、これステマじゃないですからね、まあ、一銭ももらってないんで、まあ、案件とかじゃないんで、まあ、そこは一応言っておきます、まあ、むしろ案件ください。なので、まあ、ちょっと今回3つほど試してみて、まあ、案外未商用に使うには悪くないのかなっていうのがすごい印象的ですね。まあ、1、2、3で、まあ、3番目に至っては、まあ、普通に、まあ、未商以外の用途として使用できる許容範囲のものなのかなといったところです。意外や意外と、まあ、この辺ですね、まあ、強力だったのでちょっとびっくりというか、まあ、あと耐久性ですよね。まあ、もちろんこれ外国産なんで、もしかしたらワンシーズン壊れるかもしれないですし、ただ価格見ると、まあ、そこまでワンシーズン持ってくれればいいのかなっていうのもあります。まあ、以上が、まあ、今回ですね、LED ライト、Amazon の安めのやつを試してみての参考になれば幸いです。まあ、もちろんですね、これ光量だけではなく、まあ、植物育成に関しては、まあ、温度がすごい大事なので、まあ、例えばこれすごい寒い部屋の中で、使っても植物っていうのは動かないので、まあ、もちろん温度管理に関しても、まあ、しっかり大事ですので、温度管理の方も徹底してください。以上になります。ではまた。獣使いの植物と獣、ご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、バッドボタン、ポチってください。不定期の更新となりますので、まあ、チャンネル登録していただくと今後のモチベーションにつながります。また、コメントにてあなたの育て方やご意見、ご感想などぜひお聞かせください。よろしくお願いします。